一英自教者死にかばねの独樹の声を聞くこと第十一「今は昔一英という自教者ありけり、用の時より法華経を受けたもちて日夜に独樹して年久しくなりにけり、 しかる間、一栄へ,へ、志を運びて、熊野に猛出けるに、獅子の瀬山というところに宿り死ぬ。夜に至りて、法華経を独自する声、ほのかに聞こゆ。その声、尊きこと限りなし。もし、人の、 また宿りせるかと思いてよもすがらこれを聞く。暁に至りて一部を樹脂終わりつ。開けてのちそのほとりを見るに宿りせる人なし。ただ死にかばねのみあり。近くよりて これを見れば、骨、皆連なりて離れず。かばねの上に苔置いて、多く年を積みたりと見ゆ。どくろを見れば、口の中にたあり。そのあ鮮らかにして、生きたる人の下のごとし。 一えこれを見るに、きいなり、と思いて、さは、夜、今日を読みたてまつりるは、この死にかばねにこそありけれ、いかなる人の、ここにして死にて、かくのごとくじゅすらむ。 と思うに哀れに尊くて泣く泣く礼拝してこの今日の声をなおきかむがために日そのところにとどまりぬそのよまた聞くに先のごとくに受すよ開けてのち 一栄死にかばねのもとによりて礼拝していわく死にかばねなりといえどもすでに法華経を受したまう兄その心なからむや我そのことのもとをきかむと思う必ずこのことを示したまえ と祈りこいて、そのよまたこのことをきかむがためにとどまりぬ。そのよの夢にそうありて示していわく。我はこれ、天台さんのとうとうの重奏なりき。なおば、えんぜんといいき。 仏道を修行せし間にこのところに来たりて思わざるほかに死にき生きたりしほどに六万部の法華経を独受せむというがんありきそれに半分をば独受し終わりて今半分を独受せずして死にたり しかれば、それを樹脂見てむがために、このところに樹せり。すでに樹脂見てむとす。残り幾く,くにあらず。今年ばかりここに樹すべきなり。その後のには、塗塞天の内因にむまれて、 子んを見立てまつらむとす」というと見て夢覚めぬその後一栄死にかばねを礼拝してところを立ちて熊野に申でぬ後の年 そのところにゆきて死にかばねを尋ねみるにさらになしまた夜とどまりて聞くといえどもその声聞こえず一え、これを思うに夢の告げのごとくに塗て天にむまれにけり と知りて泣く泣くその後を礼拝して帰りにけりその後世に広く語り伝うるを聞き過ぎて語り伝えたるとや